はい、皆様こんにちは、キューブの D です。ということで今回もウィルやっていきます。で、今回何をやっていくかと言いますと、2021で金降格となった選手たちを使って試合をやっていこうと思います。映ってる選手以外でもね、まあ、たくさんいるんですけれども、まあ、今回はねちょっと長めに2試合分やっていこうかなと思います。1個目がこれで、2つ目がまあもうちょっと別の選手を組み込んだ感じのスカットをサントスでやっていきたいと思います。ってことでね、あんまり話すと長くなっちゃうんで、もうやっていこうかなと思います。それではどうぞ。はい、ってことでここからは試合の方を見ていきたいと思いますが、今回はちょっとあまりにも喋ることがなくて困ってるんですけれども、まずイブラヒモビッチが下がるのはまあわかるんだけど、なんかこう納得のいかない降格が多かったかなっていう感じはしてます。多分全部が全部ね判明したわけじゃないと思うんだけど、なんか下がるんですかみたいなね選手が結構多かったかなと思います。で、黒から金だけに限ったことではなくてですね、まあ、金から銀っていうのも当然あるわけであって、そのあたりが特にね納得のいかない降格が多いのかな今年はっていった感じでした。で、まあ、思ったことがまだあるんですけど、去年ねやっと黒になったりとかした選手がねまた半年で金になったりしてるんですよ。例えばアランとかモラタとか、まあ、あのあたりはね全然金でも黒でもねガチスカットに組み込む人たくさんいると思うんですけどね、まあ、見栄えとしてやっぱ黒の方がいいと。で、どうなんでしょうかね、やっぱり総合値だけで判断するのであれば弱い黒から強い金に変わるっていう風に捉えればなんか聞こえはいいかなっていう風に個人的には思うんですけど、まあ、有能金っていう風にね俗に言うと思うんですけれども、まあちょっとね納得のいかない降格が多かったかなといった感じです。あとなんかメッシがチャンスメーカーになるみたいな話も聞くんですけど、まあ、インサイドレシーバーより扱いやすいかなって感じてます。まあね、2021の情報がねこれからだんだん出てくるかなと思うんですけれども、まあ、間違った情報にね左右されないようにね僕も気をつけるんでね、皆さんもお気をつけてください。このイブラなんかは FP なんでね、なんかこう使用感が良かったりとかあるかもしれないんですけど、金になった時にどうなるかなっていった感じです。ちょっとやっぱり重い選手ではあるので、そのあたりがねちょっと楽しみなところではあります。まあ、あとはポジション登録が変わるような選手だったら、今のところラッシュフォードとかなんかオバメが変わるのかな、まあ、オバメは変わんないか、ラッシュフォードなんかは変わるんじゃないかみたいな話も、まあ、ちょいちょいね聞いております。まあ、聞いてるっていうか多分リークされた画像で監督との兼ね合い上左ウィングとかになっちゃってるみたいな感じだと思うんですけど、まあ、そのあたりもね確定したら見ていこうかなと思っております。まあ、今日のところはなんかとりあえず判明してる金降格の選手を使って試合をしてるといった感じです。まあ、どんなルンマなんかもね、まあ、妥当かなと思います。さっきもねこうなんか納得いかない降格が多いっていう風に言ったんですけれども、まあ、逆に言えばちゃんと納得できる降格もありましてですね、個人的にはどんなルンマとかそのあたりはまあ妥当かなといった風に思います。まあ、ゲーム性としてレベル上限が高いから強いっていうのは、まあ、前提としてね、多分そこがアレルギーだと思うんですよね。レベル上限が高いから強いっていうのをみんな忘れてると思うんですよ。ゲームであってね現実の選手はまた別の話なんで、そのあたりを踏まえてドンナルーマなんかはこう妥当な降格なのかなというふうに思います。だからベルなんかもね実際あそこまで下げる必要はないと思いますけど、まあ下がるのは仕方のないことだなというふうには考えております。まあ、ただねちょっとね優勝したチームの得点した選手をめっちゃ下げるよみたいなねことをやってる上ではあるので、そのあたりよくわかんないんですけど、なんでこのベールが外したのかって話ですね。で、こっからはサントスで組んだバージョンでやっていこうと思います。アレクシス・サンチェスが CF の登録に変わるみたいなのをどっかで聞いたんで、まあ、試しに CF で使ってみたんですけれども、使用感としてはね結構いいものを持ってるなと思いました。もともとね適性が広い選手ではあるんですけれども、
うん、まあなんかメッシとかロナウドとかそっちの方に似たような動きをしてくれてたんで、まあプレスタルがどうなるかっていうのもね、おいおい分かってくると思うんですけど、それがまたラインブレーカーなのかボックスストライカーなのか、また CF 登録ってだけでウィングストライカーのままなのか、まあそのあたりは分からないんですけれども、まあ降格するけど、まあ使用感は悪い選手ではないので、まあ、それもねまたいざ気になったら試してみようかなと思います。で今回こう話が行ったり来たりしてるんですけど、っていうのもですね、喋ることがすごいないんですよ。選手を一人一人紹介するみたいなのは多分僕らがやんなくても誰かがやるんで、まあ、それをわざわざね何回もやる必要ないのかなと思います。まあ、確かに求められる情報ではあると思うんですけど、まあその何個もねこうあっちがやったりこっちがやったりってやると、それはそれでまたね、なんか食い違ったりすると面倒なんで、まあ、僕らはそれを使うだけっていう感じですね。フェキールなんかも下がるのはちょっと困るんですよ。うん、フェキールボックスに 4,5 人いるんですよ、黒で。来年トレード寄りすればいいかなと思って、でもキーになるってことなんでね、まあ有能期のトレードに回すか、今のうちに何かと交換しちゃうかの二択になったんですけど、まあ、それかまた去年みたいにね引き継ぎ選手はなんか売却値が大きかったりするかもしれないので、まあ、売却要因になったりする可能性もあるんですけど、あとはライブアップデーが C の時とか、 C じゃねえ、D 以下の時に引き継ぎ選手は C 固定になるので、まあ、そのあたりを踏まえて取っておくのもありかなと思います。ここのアレクシス・サンチェスはまあ相手の事故ですね、完全に。まあ、レベル1だったりするんですけど、わざわざ金になる選手のレベルをこのためだけに上げるのかっていうのもあって、まあ、数人だったらまあ上げたんですけど、ちょっとあまりにも多すぎるのでちょいちょいレベル1で混ざってます。まあ、そこはちょっと申し訳ないんですけど、まあご了承くださいませといった感じですね。まあ黒昇格の選手がもうちょっと出てきてくれればそっちでもできるんですけど、いかんせんなんかちょっとまだあんまり分かってないんで、降格は簡単だけど昇格は難しいところなんで、そうですね、まあ2021が近づくにつれておいおいやっていこうかなというふうに思います。ということで今回の動画はこの辺りで終わりたいなと思います。他にも動画上がっておりますので、そちらの方もチェックよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。